ヤトロ科という非常に乾燥に強い植物があるんですが、その仕組みをやはり遺伝子レベルで解明して乾燥に強い植物を作ると、そういう研究をしております。薬剤耐性菌って言いまして、抗生物質が効かない細菌ですね、環境中でそういう薬剤耐性菌がどう広がっているかっていうのを皮を対象に調べています。バイオセンサーというのは微生物や DNA やタンパク質など生き物に関わる物質を使って様々な物質を測る新しい技術です。微生物は CO2 発生量の少ない環境に優しいものづくりをできるという点で環境の救世主と言えると思います。この基板の表面をある特殊な極めて薄い膜で覆うことにします。そうしますと、この基板の表面でのタンパク質の検出の感度が数十倍に上がるということが分かりました。次世代ヘルスケア産業に貢献する技術開発を行っています。これまでに二次元電気エイドシステムの開発を行ってきました。バイオナノテクノロジーの技術をベースにした研究を行っていまして、ナノ材料、ナノ計測、ナノ加工という3つの視点から研究を進めています。生命の設計図である DNA、 いろいろな生物の DNA を比較して進化の仕組みの解明などをやっています。